はい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 。いやー、気持ちいいね。いい勝ち方やったね、マジで。菅野さんに関して言うと、本調子じゃなかったと思うよ。マジで調子はめちゃくちゃいいかって言われたら、そうではなかったと思うんやけど、やっぱピンチのギアチェンというか、コントロールミスがほんまにないと思うし、そこはね、さすが、菅野っていうところで、素晴らしかったなと思うし、今日は何よりね、下位打線からのつながりというか、もう立岡さんね、もう素晴らしかったな、というふうに思いました。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど見ました、ライオンズ対ジャイアンツの試合解説、徹底解説の方をやっていきたいな、というふうに思っております。はい、今日はですね、まあ僕が機嫌がいいというところで、まあジャイアンツが勝ったんだろうなというふうなね、ところは伝わったと思うんですけども、今日はですね、7対1ですね。はい、7対1でジャイアンツが勝利をいたしましたというところで、まあ交流戦入ってソフトバンク、ライオンズ、どちらもね、2勝1敗で、勝ち越しを決めたというところで、非常にね、チーム状態としては、まあいいんじゃないかなというふうに僕思っております。じゃあね、今日の一言目もまず言わさせてください。こちらになります。菅野ピンチでの制球素晴らしい20丸。下位打線からのつながりが今日得点に結びついたというところで、非常にね、まあ、冒頭でも言いましたけども、菅野さん、まあ、本調子ではなかったと思うんですよ。今日非常に、ストレートのまあ球速もまあある程度出てたんだけど、まあ変化球の割合が非常に多かったんですよね。で、その中で、まあピンチに迎えた時ですね、非常にカーブという球種を使ったりとか、非常にね、なかなかこう、まあ球分割でね、ストライクゾーンを見て、なかなか打てないやろうっていうね、このカツカツのこのところに、非常に投げ込んでるなっていう印象があったんで、まあ調子はめちゃくちゃ良くはなかったんだけど、まあピンチでの集中力というか、制球力っていうのはさすがだったなというふうに思います。で、下位打線からのつながりというところですけども、まあ今日はですね、まあ5回表はね、まあアキール選手のヒットから始まって、小林選手で送って、立岡さんでっていうところだったと思うんですけど、まあ今日は非常にね、立岡さんがね、全部ライト前、レフト前ヒットかな ?3 本打ったんかな ?3 本打ったんですけど、全部レフト前っていうところで、全部こう、コンタクト、ショートスイングでコンタクトするっていうところで、非常に逆方向に、いい打球を飛ばしてたなというふうに思うし、やっぱりこの下位打線がね、こんだけ、打ってくれると、やっぱり今、丸さんとかも状態いいんでね、非常にね、うまくこう、打線が、線になっていくというか、うまく繋がっていくなっていう感じは、本当にしましたし、あんだけ点入らへんっていうふうにね、言ってた時もあれば、こんだけ、うまいことね、一挙3点が2回あるっていう、試合もあったりとかね、非常に野球っていうのは、まあ改めてね、面白いなというふうに思いますし、本当に、ジャイアンツ打線上がってきたんじゃないかなというふうに思っております。じゃあですね、得点シーンさらっと振り返っていきまして、僕が気になったところを右側で見ていきたいなというふうに思っております。はい、で、今日はですね、先制したのはジャイアンツでした。5回表ですね、2アウト2塁から立岡さんのレフト前ヒット。で、2アウト2塁から丸選手のセンター前ヒットで1点と。で、2アウト1、2塁から吉川選手のライト前、センター前ヒットで1点というところで、この回一挙3点取りますと。非常にでかいですよね。今日の、まあ、菅野さんの出来から言っても3点、でかいですよね。で、7回もですね、ワンアウト2、3塁からヘルナンデス選手の時に、まあ、ワイルドピッチで1点入りましてと。その後に、ライト前ヒットも打ちまして、ヘルナンデス選手の時に、まあ2点入りますと。で、ワンアウト2塁で吉川選手が、まあカーブをしっかり振り抜いてというところで、ライトへね、2塁打打ちまして、この回3点と。で、8回裏はですね、ピッチャー、菅野さんから今村投手に変わりまして、で、ツーアウト1塁から、まあ中村選手にですね、まあレフト線に、タイムリーを打たれるというところで1点を、やられるんですけども、9回までまだね、1点取り返すと。ワンアウト3塁からヘルナンデス選手の、まあ、ライト前ヒットというところで、非常に、3-3-1というところで、非常に気持ちいい数字が並んでるというところで、7対1というところで、ジャイアンツ今日、勝たせていただきました。じゃあちょっと右側でね、僕が気になったところであったりとか、ここは、こういう風に考えてましたよとか、今日で言ったらですね、中村拓也選手に対する、配球、面白かったですね、とかね、そういったところをね、できるだけ分かりやすく、楽しく、面白く伝えていきたいというふうに思ってますので、ここから見てください。
じゃあ行きます。はい、まず2回裏ですね。はい、まあ、0-0 という展開でね、まあ、某選手か、某高橋投手と菅野投手投げ合ってまして、まだどっちにゲームが動くかわからないという状況でですね、このプレー非常に大きかったです。はい、ワンアウトランナーなしから、ヒルマ選手のライトフライを、ヘルナンデス選手がファインプレーしたんですけども、これね、何気にというか、めちゃくちゃでかかったと思います。ちょっと宇宙間寄りにね、守備位置が多分寄ってたと思うんです。で、それでライト線ぐらいにフライは上がったんですけども、それをスライディングキャッチでね、非常にね、まあ、バッティングでも今ね、非常にこう、コンタクトというところで、ヒットも、量産してますし、この守備というところもね、守備範囲もない結構広くてね、守備も上手いなという印象でね、非常にね、いい選手を取れたなっていう感じ。これがもし、二塁打とかなってたら、もしかしたら三塁打になってる可能性もあるんですけど、これをしっかり防いでくれたっていうのは、非常に、今日のゲーム、からするとですね、非常に大きかったな、というふうに思います。で、次、3回裏ですね。この場面、ジャイアンツ、ピンチを迎える場面なんですけども、ここね、ノーアウトから岸選手が、レフト前ヒットを打ちますと。で、ノーアウト一塁から隅谷選手、バントの構えして、バントかなーというところで、バスターエンドランをしてきますと。で、ショートゴロを打って、ランナーは二塁に進塁。で、ワンアウト二塁で鈴木選手が、進塁だというところで、セカンドゴロを打ちまして、ランナー三塁。で、ここでツーアウト三塁で、まあ、要警戒というか、要注意バッターのこの源田選手に回ってきますと。で、まあ、配球なんかを見てても、やはり、非常にね、四隅に投げ分けてるっていうところがありましたし、最後、カーブというボールで、三振を取るんですけども、非常にね、まあ、僕の、この配球を見た印象なんですけども、打てるボールないやんっていう、うん、もう本当に、もうインサイドと低めのボール球っていうところで、もう本当に打てるボールが一球もないなっていう感じは今日あったんで、この打席ね、源田選手の時はあったんで、やはりね、ピンチでの集中力とか制球力っていうのはさすがだなっていうふうに僕思いました。ナイスピッチだったと思います、これね。はい、次、4回裏ですね。4回裏なんですけども、こちら、これもね、ピンチでの投球になるんですけども、ワンアウトから、殿崎選手がセンター前ヒット。で、中村選手は空振り三振と。で、ツーアウト注意で、ヒルマ選手に、の打席の時に、ワイルドピッチね、しちゃって、まあ、暴投という形でランナー二塁行くと。で、ヒルマ選手がライト前ヒット打ちますと。で、ここで、ピンチですよね。ツーアウト一三塁、っていうところで、元山選手ね、昨日打ってますよね。元山選手というところで、ここの配球っていうのも非常にね、素晴らしかったと思うし、ここ投げ切ってるっていうのが素晴らしいですよね。ここで、カットボール3球行くんですよ。全部インサイド。全部ここ。もう打てるボールじゃないボール。パンパンパンって。行きますと。打ち行きますと。で、打ち意識さしといて、で、フォーク行きますと。で、最後何行くって、まっすぐに戻るのか、もしかしたらもう一回スライダー行くのか、カットボール行くのかっていう思わせたところを、先ほど源田選手を空振り三振に取ったカーブ行くんですよね、ここで。カーブ。多分、元山選手の頭の中には、多分おそらくストレートであったりとか、先ほどね、インサイドに来たカットボールっていうのは意識強かったと思うんですけど、ここでね、全く待ってないカーブを行くんですよね。これ、源田選手と同じね。はい、ここで、レフトフライに打ち取ったというところで、素晴らしい配球だったと思うし、どっちもね、やはり、このピンチの投球というところに関して、もうコントロールに関してはめちゃくちゃいいなっていうところがあったんで、素晴らしいなというふうに思います。で、次は5回裏、5回表ね。5回表、この回、まあ、点取る回ですけども、この回はですね、ワンアウトから秋広選手が、レフト前ヒット打ちますと。で、小林選手、ワンアウト一塁からバントしますと。で、まあ、一瞬、ファンの方で、大丈夫かと、縦を変えぞと、いうふうに思われた方いるかもしれないけど、まあね、結果的に、まあ、縦岡、丸というところがね、丸さんというところが、まあ、ヒットで、どちらもヒット、連続ヒットというところで素晴らしかったなとは思いますと。で、ツーアウト二塁でね、伊達岡さん、まあ、レフト前ヒット打つわけですけども、これもですね、非常にね、うまいバッティングだったなっていうのがね、非常に思いまして、チェンジアップ空振りしたんですよ。チェンジアップ空振りして、で、チェンジアップを次ファール打ったんですよね。うん。チェンジアップっていうのは遅いボールですから、次ね、速いボールが来るかもしれないっていうのはね、バッター思ってるんです。で、そこで、インサイドのまっすぐが来たんですよ。それ、結構難しいボールだったんだけど、立岡さん、やっぱりね、2球ともチェンジアップで空振りとファール打ってるから、もしかしたら速いボール来るかもしれないっていうところで、ポイントを近くして、ストレートにも対応できるような待ち方をしてたんですね。で、それでインサイド来たんだけど、それをね、無理にこう引っ張りに行くんじゃなくて、そっちに、レフトの方にカーンと打ちに行ったっていうのは、非常に素晴らしかったと思うし、これはね、
いいバッティングだったなというふうに思いました。で、何気に良かったというか、あ、さすが立岩さんやなと思ったのは、これでしっかりね、レフト前ヒットを打って、しっかり二塁までね、進塁してるっていうのがね、非常に、この回ね、3点取れた、原因というかね、要因でもあるなというふうに思います。で、2アウト二塁から、これ丸選手もセンター前ヒットを打つんですけども、これもですね、実を、ちょっと過去をたどるとですね、こう初回にね、丸選手、これセンター前ヒット打ってるんです。で、これも11球粘って、11球目の、3ボール2ストライクからのチェンジアップ、高めに浮いてきたチェンジアップをセンター前ヒット打ってるんですけども、実は、この、ヒットもですね、1打席目と同じような球なんですよね。浮いてきたチェンジアップで、丸さんがショートスイングというか、コンタクトをしっかりして、センター前ヒットを打つというところで、やはり、チェンジアップっていう球、フォークとかもそうですけども、低めに決まれば、絶大なね、効果は発揮するんですが、やはり、浮くとなるとですね、バッターからすると結構半速球というか、まあ、いわゆる、まあ、打たしてくれた球みたいなぐらいの、球の速度になってしまうので、そうなると、打ちやすい球になっちゃうので、まあ、2打席連続ヒットというかね、打てたんじゃないかなっていうふうに思います。で、ツアーで中流からヘルナンデス選手もね、スライダーをセンター前ヒット。やはり、チェンジアップが浮いてるっていうところで、まあ、キャッチャーの隅谷選手もですね、チェンジアップはちょっとね、制球できてないし、じゃあ他の変化球でっていう感じになってね、ヘルナンデス選手がスライダーを、コンタクトしまして、センター前ヒット。で、2アウト1、2塁から吉川選手も、これ実はスライダー打ったんですよね。やはりチェンジアップがちょっとね、制球が悪い、高めに浮いてると、また長打食らうかもしれないっていうところになってくると、じゃあ他の球種でっていう、頭になってくるんで、吉川選手もスライダーをヒットと。で、ピッチャーここで、変わりまして、2アウト1、3塁、中村投手に変わりまして、岡本選手は、まあ、センターフライに打ち取られるんですけども、これもですね、非常に惜しい当たりというかね、フェンス手前まで飛んでましたんで、非常に惜しい当たりだったなというふうに思います。で、つい気になったところ、これ7回表ね。はい。はじめにこれ、下位打線からのつながりというふうに言いましたけども、この回なんてまさしくそうだったと思いますと。で、ピッチャーこの回から佐藤投手にね、変わってますと。で、ワンアウトからですね、立岡さんがまた、レフト前ヒット、カーンをポイント近くして、カーンって、大振りすることなく、カーンっていう形で、非常にね、もう今日はもう逆方向に徹してたなというふうに思います。で、ワンアウト一塁から丸選手がこれライトへのエンタイトルツーベースね。これもしっかりね、ストレートをパシンと叩けましたと。で、ここですね、ワンアウト二三塁でヘルナンデス選手のこれライト前ヒットなんですけど、これね、まあよく、まあキャッチャー心理というか、まあその、ピッチャーの、まあなんていうんだろう、制球なんというかね、制球が悪いことで打たれたなっていう感じがしました。というのもですね、これ、チェンジアップ1球目1点。で、2球目もチェンジアップ行ったんですけど、もう鬼引っ掛けというか、もう鬼ボートを投げるんですよ。で、やはりチェンジアップは、佐藤投手のチェンジアップなかなか今日荒れてるぞという風になりますと。で、なかなかチェンジアップ次は要求できないというところで、次ストレート行って、もう一球ストレート行くんですけど、やはりヘルナンデス選手もね、こんだけチェンジアップ荒れてたら、まあまっすぐ来る確率が高いだろうというところで、それをしっかりライト前ヒットね、打ちますと。これ非常に良かったですね。で、ピッチャーここで変わりまして、豆田投手に変わりますと。で、ワンアウト一塁で、吉川選手に打席回ってきますと。なんだけど、またね、これもね、5球目かな。フォークをワイルドピッチになっちゃうんですよね。これも引っ掛けたね。すごく難しい。まあ、キャッチャーからしたら、なかなか止めれるようなボールではないというところ。で、最後ね、カーブを打ったんですけども、実は3球目のカーブがいいところに決まったんですよね。うん。だから、多分、住谷選手も、カーブという球種は使えるなっていう感じで思ってて、最後、決め球に、6球目かな、カーブを投げたんだけど、それがね、3球目の時みたいにうまく決まらなくて、次もまた高くなってしまって、それを吉川選手がヒット打ったというところで、先ほども言いましたように、チェンジアップとか、フォークとか、まあ、カーブもそうですけども、やはり変化球というのはですね、ストレートより遅いっていうところがありますから、浮いてしまうと、簡単に、なんて言うんだろう、バットに当てやすくなってしまう球なんで、そこはやっぱりね、低く投げて欲しかったなっていうのはあるんだけど、やはりそこはね、ピッチャーの状態であったりとか、まあキャッチャーもね、やはり、ストライクを取って、追い込みたいっていう気持ちがありますから、やはりストレ、ある程度ゾーンに来るボールというか、ピッチャーが、なんて言うんだろう、制御できるボールをね、選択していこうというふうには考えますから、そういったところでこれ吉川選手がね、しっかりこう、まあ狙ってたのかどうかわからないけど、カーブという球種をね、しっかり高めに浮いてきたやつをパチンと叩けたっていうのは、非常にね、いい狙いだったと思うし、いいコンタクトだったなというふうに思いますと。
はい。で、つい気になったのが、これ、8回裏ね。はい。で、これ、ここ、菅野投手が、ずっとゼロで来てまして、これ8回裏からですね、これ、今村投手に変わってますと。で、ワンアウト、ランナーですから、滝沢選手にフォアボール出してしまった。ワンアウト1塁から、殿崎選手を空振り三振。で、ツーアウト1塁から、中村選手に、3-2 まで行ったんですけども、カットボールを、レフト、線に打たれて、ツーベースで、1点取られるという場面なんですけども、実はね、今日中村選手、カットボールという球種に対して、全然対応できてなかったんですよ。で、前の打席とか、振り返っていきますとね、菅野さんが投げている時、4回裏のワンアウト1塁の時に、中村選手空振り三振してるんですけども、実は、この時、菅野さん全部カットボール投げてるんですよ。4球とも全部カットボール。で、全部空振りしてるんですよ。うん、全部空振りというか、まあ、ボールはあったんだけど、3球とも全部空振りしてるんですよ。で、その次の打席、6回裏のワンアウト一塁の時も中村選手サードフライ打ってるんですけども、これもカットボールなんですよね。だから今日に関して言うと中村選手はですね、菅野投手のカットボールという球種に対して全然合ってない、空振りばっかりしてたんですよね。だから、まあ、今村投手というね、全然違うピッチャーに変わってますけども、 3-2 という風に追い込まれて、何投げるという風になった時に、菅野投手のね、カットボールというところをあんまり合ってなかったという、空振りが多かったんで、じゃあカットボール行きましょうかってなって 3-2 でカットボール行ったんですけど、やはり左と右の差もあるし、球質も全然違うしというところで、そこをねきっちり、まあ中村選手からしたら左ピッチャーのカットボールは入ってくるボールになるんでね、余計打ちやすかったのかなというふうに思って、まあそれがヒットになってしまうというところで、まあ皆さんに覚えておいてもらいたいのが、同じ球種であってもやはりねピッチャーが違うと同じ球になるし、それがね合ってないからといって、違うピッチャーで同じ球種いっても抑えれるかって言ったら、あ、そうじゃないというところを、まあ、覚えておいてもらいたいなというふうに思います。で、ツアード二塁から、ヒルマ選手がデッドボールですね。はい。で、ちょっとね、嫌な空気漂ってくるんですよね。なんだけど、ツアード一塁で元山選手がセンターフライ。これを立岡さんがダッシュして、バーンと、ダイビングして、キャッチするというところで、非常に素晴らしい、ファインプレーだったなというふうに思います。で、最後ですけども、9回表ですね、この回も点入るんですけども、ピッチャー与田投手に変わってるんですよね。で、ここもですね、先頭の立岡選手がまた、パーン!レフト前。これすごいよね。すごい。スライダー行って、チェンジアップをね、さっきストレート打ってるから、チェンジアップ、パーン!って、レフト前行くね。で、ピンチランナー、茂野さん出ますと。で、ワンアウトランナーなし、ワンアウトランナー一塁か。ノーアウトランナー一塁か。っていうところで、丸選手が、打席の時に4球目シール成功。で、ファーストゴロを打って進塁打。で、ワンアウト三塁でヘルナンデス時に、ここはですね、初球ですね。初球スライダーを打ったんですけども、このボールは、絶対狙ってないと打てないわけですよ。どういうことかっていうと、ちょっとボール気味なんですよね。初球って大体バッターって、甘い球とか、自分が狙ってるところとか、好きなところとか、得意なところを強く振りたいっていう意識が結構強いんですよ。うん。だってまだまだ三振になるまでカウントがあるから、強く振れるところを振りたいっていう意識が強いんですよ。なんですけど、このヘルナンデス選手はね、これね、初球のアウトコースギリギリか、もしかしたらギリギリボールかなぐらいのスライダーをパーンって打って、ライト前ヒット打ったんですけど、これに関してはもう狙ってないと打てないというか、まず狙ってないとそんな球振りに行こうと思わないわけですよ。だから、フェルナンデス選手って多分、まあ昨日から言ってますけど、めちゃくちゃ頭使って、配球とか、自分を客観視して自分に対して何投げてくるだろうというふうに、頭を働かして非常に打席の中で勝負してるんだろうなというふうに思うし、これはね、普通に言ったらね、狙ってなかったら絶対振らないですよ。だって、ボール、初球からね、ボール球振らないでしょ。それをヘルナンデス選手パーン打ってライト前打ってるんですよ。だから多分おそらく、自分にはインサイドないやろと、うん、でまあ外から入ってくるやろ、まあ外のまっすぐがスライダーぐらいで入ってくるやろって言ってパーンって打ってるんですよ。だからそれ非常に素晴らしいなと思うし、逆に言うとライオンズバッテリーからするともうちょいインサイドを序盤で攻めておかないと、こういうね踏み込んでカチンっていかれるバッターだというところはね分かってると思うので、そういったところは序盤の攻めっていうのがもしかしたら問題があったのかなともいうふうに思いました。はい。で、ここ書いてないんですけども、これ素晴らしいなと思ったプレー紹介させてください。
これね、9回表のツーアウト注意で岡本選手がサードゴロ打ったんですけど、滝沢選手ね、少し、僕と同じでね、身長が低い選手、サードに入ってたんですけど、三塁線を飛び込んで、バーン飛び込んで、で、普通だったら、このまま投げるんですよ。だけど、飛び込んで、こっち向けなってる。バーンって投げて、ファースト、ワンバン、送球でアウトというところで、すごく、小柄な選手ではあるんですけども、バッティングもね、非常にこう、大きく自分の体を使いながら、ヒッチとか使いながら、逆方向に強い打球を打ったりとか、この守備もそうですけども、非常に素晴らしい選手やなって。なんかこう、解説か今日実況かなんか聞いてたら、日本球界で一番、小柄な選手やっていう風に、言ってたんですけども、これ小柄なところをね、感じさせないぐらい素晴らしい選手だなっていう風に、この3連戦で思いましたし、非常にこの守備もね、別に、もう勝負が、まあ、ある程度決まってるんで、別に関係ない、じゃ関係ないんですけど、そういうね、最後までこのファンの方をね、楽しませたりとか、そういう、まあ、エンターテインメントというか、そういったところっていうのは非常に素晴らしかったと思うし、滝沢選手ね、まあ、なかなか、見る機会はないかもしれないですけど、これからもね、頑張ってもらいたいなというふうに思います。はい、そんな感じでね、非常に気持ちいい勝ち方というところで、2勝1敗、2勝1敗というところで、交流戦、非常に絶好調というところで、ジャイアンツ、今、調子上がってきてるんじゃないかなというふうに思います。やはり、下位打線というところがね、ある程度やっぱりこんだけ作ってくれて、今、丸さんとかも状態いいですし、ヘルナンデスとかもね、来てから、ヒットたくさん打ってますし、ということで、やはりね、前までは全員がね、ほんまに調子いい人いなかったっていうところだったんだけど、ちょいちょいね、この間にこう調子いい選手が行ったりとか、バントで繋いだりとか、そういったことができると、やはりね、まあ、こういう風に繋がっていく試合も、これから多くなっていくんじゃないかなという風に僕思っております。はい、そんな感じでね、気持ちよく今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。